はい、どうも皆さんこんにちは、かもつけです。はい、どうも皆さんこんにちは、かもつけです。ですね、今回はこちら、ある程度マルス増加部と体が固まったので、ちょっと出してですね、全部を見ていきたいと思います。こいつはオスですね。はい、一応大きさがですね、115ミリというサイズなんですけど、まあやっぱそれなりに大きいですよね。そうですね。今、手元にいる兜が、ウルソンアトラスなんですけど、こいつは確か75ミリぐらいだったかな。ちょっと比べたら多分わかると思うんですけど、はい。大きさの差で言えばこんな感じですよ。明らかにも体が二回り以上大きいですよね、こっちの方が。やっぱりでかいし、横幅もあるし。それぐらい増加部って大きいんですよね。で、それで、ほら、何やってんの。で、メスの方が、メスはこんな感じですね。メスと比べてもやっぱメスがこのだけでかいです。確かこいつが最小値で78ミリぐらいですかね。で、最大値、要するにお尻の先なんですね。測ったら84ミリぐらいあります。で、結構でかいですね。まあ、こんだけ差がありますんで。並べてもこんな感じです。もうほぼ、こいつとメスがあんま変わんない感じで、こいつちゃんもズバ抜けてでかいという感じですね。まあ、増加部と面白いですよ。でかくなるし、強いし。まあ、その分、幼虫期間は長いですけど。まあ、皆さんもですね、ぜひ、機会があったらちょっとやってみてください。手軽にでかい幼虫が楽しめますんで。それではですね、動画を終わりたいと思います。